運んできました。ストークでーす。運んできましたストークです。遊戯王ダンジョンダイスモンスター続けられていこうと思います。ブラッククラウン杯、今回の相手はバクリア亮、遊戯のクラスに転向してきたゲーム好きの心優しい少年、千年人形を持つ。このゲームはモンスターワールドの月に自信あるんだ。だからそう簡単に負けはしないからね。じゃあゲームスタートだ。はい、ということでやっていきましょう。低コストデッキですね、相変わらずの。こっちが先行、こっち先行、ダンシングエルフ、ルイーズ、ペンギンソルジャーですね。ルイーズとペンギンソルジャーはクレスト貯めたい感じです。で、召喚防御が一応ダンシングエルフですね。コスト1で体力にあって攻撃20だからね、そうですね。相手は1コスだね。相手も1コスだ。ペンソル、ルイーズ、こっち見てよ。ルイーズか。さあ、これで盤面をどんどん広げていきましょう。盤面広げていきつつ、相手のダイスロールが1は出るよな、さすがに。スケルエンジェル、そっち系か。防御20になるだけで結構しんどいんだよ。あ、戦士系上げる。お、上がったで、こっちも。こっちも上がっちゃったけどいいの。じゃあアルティメーター出しましょう。アルティメーター、クリボー、ペンギンソルジャー。ペンギンソルジャーは進行がいい。攻撃用。じゃあアルティメーター出しましょう。始めてよ。進行クエスト全然倒ってない。ベビードラゴン出して進行クエスト出したい。そしたら攻撃されないんで、ペンソル、ラーバモス、ベビードラゴン、ベビードラゴンの召喚で進行欲しい。ベビードラゴン召喚できるけど進行がないな。さあ、ここでいきなり分断させる。1-1-1、どっちにやってくる。あ、そっちか。進行系が欲しいんで、カースオブメテオモフィス、進行出てくる。進行。あ、メテオだろ。じゃあ、ネットドラゴンでルイーズやっておきましょう。メテオドラゴン、メテオドラゴン、この見た目なのにめちゃめちゃ強い。メテオブラックになったらレベル2くらいでもいいかもしれんね、メテオドラゴンね。本当はレベル4になったらメテオブラックになるとかだったらかっこいいよ。 OK、 移動がない。進行11、クリボ、そこ一マス開けるの地味にめんどくさいですね。3人で詰めれんから、まあ3人で詰めることはないと思うけど、基本ワンチャン、ワンチャンいけるか。7、進行7、進行33か。足りんな。修行修行。相手は？相手も出てこない。オッケーオッケー。それを固めるのはね、まあ全然問題ない。さあ、進行いっぱい出てくれ。進行。お、進行が6。さあ、攻撃していきましょう。攻撃クレストはいっぱいあるから全然いける。
あ、いやでもな、相手はダイスロールで魔法と罠か。罠って何使うんだろうな。あのアイテム系に使うか。着火し召喚できるし。じゃあ妨害しましょう、この騎士。ここまで固めたらほぼほぼ何もできん気がするんだけど。うん、オッケーオッケー。次で何か起きない限りは勝ちだね。これダイスだから運も絡むっていうのはまた複雑なところで、欲もあるから。魔法のランプか、シビアップだった。オイキャップ。オイキャップ。ダイスロール。さあ、進行も出なくていい。何でもいい、攻撃でも防御でも大丈夫。オッケー。よっしゃ。よし、バトルで勝ちました。Win! You get 炎の剣士。いいですね、炎の剣士。ということで、今回はここまで。ゲーム実況はストーカーの時でした。バイバイ、ストップ。